さあ、推しの八海の展望台と資料館に行きましょう。はい、すいません、強かった、来てくれてもらえば。資料館に入ると大きな池が広がっていた。またまた水車小屋発見、滝もあります。マイナスイオンを浴びるぞ。少し進むと隠居屋という建物がありました。中はこんな感じで木彫りの置物らしきものがたくさん。かやぶき屋根の資料館に到着しました。半の木林資料館と読みます。読めなかった。18世紀後半に建てられた建物で、当時の家具がそのまま。実家にもある神棚、こちらはお仏壇ですかね。立派な古時計も置いてありました。これはさすがに18世紀のものではないよね。いろりの部屋、ここでご飯を食べていたのかな。角っこに吊るし飾りが飾られてました。急な階段を登って2階へ。昔使っていたと思われるいろいろな道具がありました。3階もあるのか。てかこれ登るのか。今にもぶっ壊れそうな階段ですね。屋根裏部屋ですね。雨漏りしないのが不思議。資料館を出て底なし池に行きます。到着しました。ちなみにもちろん底はあります。こちらも推しの八海の池の一つです。鯉の池をぐるっと回って入り口に戻ります。展望台に来ました。かやぶき屋根と富士山のコラボ、すげえ。あらかじめもっと勉強してから行けばよかったな。しているの本当にすごいですね。肉かけと肉つけを注文しました。すごいボリューム。ちなみに大盛りとかはないので、足りなかったら替え玉を注文。さすが日本一コシが強いうどんなだけあります。こちらのお味噌で刺激を投入。ああ、めちゃくちゃ美味しかったな。さて、富士吉田の神社巡りに行きます。最初は縁結びなどのご利益から女性に人気の北口本宮富士浅間神社を参拝。木造鳥居としては日本最大級の富士山大鳥居。1736年に建設された随神門。
左右に悪霊の侵入を防ぐ門番の神様が鎮座、優美な装飾が施されております。こちらが長寿者です。水盤石の上にある竜の像の口からは霊水が流れ出ています。竜や獅子といった彫刻、境内随一の装飾性に富む建物、剣士邸の天然記念物、樹齢千年の藤太郎杉、拝殿です。竜などの彫刻が所狭しと彫られています。人生で初めて御朱印帳を購入します。3つ全部選びました。伝えてから1つずつ手書きで書いてくれます。おみくじもやりました。さて結果は大吉でした。幸運があることを祈る。それにしてもとても美しいデザインの御朱印帳です。身も心も清らかになりました。ここは起業家とかが行くような神社。金融のために。そうそうそう。金運上昇、商売繁盛、農林業繁栄。荒谷山神社です。日本三大金運神社の一つです。金運神社と聞いていたから金キラ金かと思いきや、森の中にひっそりと佇む小さな神社です。参拝します。日本最強の金運神社でお参りができてよかった。荒谷山神社でも御朱印をいただきます。真ん中上部に富士山、下部に社員が押されたシンプルな御朱印です。富士山眺望日本一を歌っている荒倉富士浅間神社へ。昭和初期に雨囲いとして外観が増設された本殿。御朱印は書き置きでしたが、御朱印帳を購入すれば直書きでいただけます。398段の階段を登って荒倉山浅間公園へ向かいます。結構いい運動になりますね。ちょっと階段を上がるだけでこの眺望です。すごい絶景です。ガイドブックでよく見かける景色。階段を降りて戻ります。帰り道のここの踏切と道路が交差するところ、右折がとても怖かったです。山中湖と富士吉田の旅もそろそろ終わり、とてつもないパワーをもらいましたので、明日からまた仕事頑張ります。You're not, that's not all.